まずはじめに登壇者の皆様をご紹介させていただきます。皆様から向かって左側から、アラスエレクトロニカフューチャーラボ共同代表であり、この4月から CCBT クリエイティブディレクターに就任した小川秀明さん。そのお隣ですが、東京都副知事の宮坂学、そして一般社団法人 JR 東日本文化創造財団高輪ゲートウェイシティ文化創造棟準備室室長内田真帆さん、そしてアーティスト妄想インベンターの市原悦子さん、以上4名の皆さんでシンポジウムを進めていただきます。それではここからの進行は小川さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、ようこそ CCBT へ、この度、ここのクリエイティブディレクターになりました。今日はですね、このお三方、まあ、かなり僕革新的に選んでるんですけど、このいろんな実はストーリーがありまして、少しずつ読み解いていきたいと思うんですが、この素敵なお三方と一緒に、まあ、これからどうやって東京がもっとクリエイティブになっていくのか、どんなインスピレーションをどんな街にしていけるのか、そんな話を皆さんとも一緒にしていきたいと思ってます。でまず最初に僕の方から、この CCBT 今日この前にですね、記者会見がありまして、どんなビジョンでいくのという、まあ、構想を発表しましたので、すごい駆け足ですけども、その構想についてお話しさせていただきます。でその後、宮坂さん、そして内田真帆さん、市原悦子さんにですね、それぞれのプラクティス、実践、東京をより良い場所に変えていくための活動の紹介をいただき、最後に、皆さんと一緒に議論していく、そんな流れで考えています。じゃあまず僕の方からはですね、クリエイティビティテクノロジー&東京ということで、簡単な自己紹介も含めて、ご説明します。僕自身は、まあ、ずっと前からというか、まあ、アーティストの活動をしていて、でまあプロのキャリアとしては20年以上このメディアアートという業界というか、そこで作品制作をしてきました。その後アーティストインレジデンスで1年リンツにいようと思って、まあ、リンツって言葉も知らなかったんですけど、アルスにとりあえず飛び込んでみたら、まあ、気づいたら16年経ってまあ今ここのディレクターを、フューチャーラボですけどもさせていただいて、2022年からは次2月1月に開幕する札幌雪の芸術祭ということで、札幌国際芸術祭2024テーマラストスノーという、まあこんなテーマでいいのかって話もあるんですけども、まあそういったこれからのアクションを指摘する、そういったフェスティバルを準備しています。今まあ今日のこの議論の一つきっかけにもなる、特にこの二方はリンツコネクションというか秘密のリンツコネクションがありまして、つまり何かというと、アルスエレクトリカフェスティバルでいろいろ議論を重ねたり展示していただいたり、いろんなことをしてきました。ちょっとそのリンツの秘密をちょっと一瞬だけお見せしましながら話をしていきたいんですけども、まあアルスエレクトリカ、今日こちらにいらっしゃる皆さんご存知でしょうか。オーストリアリンツを拠点にする文化機関で、1979年から、まあ、今年で44年まさかのこのメディアアートが44年前から、メディアアート44年前の最先端テクノロジーはテレビ、そしてコンピューターアニメーションでした。それが今は AI、 そしてバイオテクノロジー、全然違うものに変わってきていますが、その時からアートテクノロジー社会ということを、テーマに、さまざまな文化活動をやってきています。リンツ市 100% を所有するパブリックカンパニーという位置づけなんですけども、実はですね、リンツ市の、組織図を見ると、水道局の並びに我々アルスエレクトニカ社というものがありまして、僕社員なんですけど、リンツ市 の、 その水道局が蛇口をひねると水が出てくる、良質な水を提供するサービスを推進するのに対して、我々アルスエレクトニカ社は蛇口をひねると未来が出てくる、そんな未来を、教育を、機会を提供する公共サービスをしています。左上にあるのが世界最大のメディアアートフェスティバルであるアルスエレクトニカフェスティバル、
つこさん、まほろさんも何度もなくたくさん来ていただいて作品、説明あ作品の展開もしていただきましたけども、まあ、世界中のメディアアーティストたちがここに一斉のセレに集まって、これからの、まあ、テクノロジーだけではなくてアートだけではなくてやっぱ社会、やっぱりこんだけ不安定な時代の中なので、これからの社会をどうやって一世の世でみんなで考えていくのか、知恵を出して考えていくのかというのは一人ではできないことなので、これを、やるようなフェスティバル、そして右上にあるのがですね、プリアルセクトニカというコンペティション部門で、1987年から一番最初の受賞者は、ピクサーの創始者ですけども、ジョン・ラサタ、まあ、あのウィキペディアやティンバーナーズリーやいろんな人たちが通過してまして、もちろんアーティストもたくさん通過している、まあ、そういったこれからの未来の問いや、未来がどうなっていくんだろうというものをやっぱりこうバロメーターとして見られるような、コンペティション、そして、一般の市民にとってはですね、未来の美術館、まあ、学校では教えてくれないようなさまざまなトピックを学べる、未来の学校としても知られるアルスエレクトニカセンターが365日間入っています。そして僕が、ディレクターを務める、右下がアルスエレクトニカフューチャーラボで、35名ほどのプロのアーティスト、エンジニア、サイエンティスト、社会学者、建築家など、まあ、そういった、学際複合型で未来のプロトタイプを作る専門チームがいまして、おそらく皆さんにとって一番、まあ、有名な、我々が知られた発明は、まあ、皆さんにとっては東京の夜空を彩ったドローンだと思いますが、2012年、に世界初のドローンショーをこのリンツで実験しています。これは2016年に、その東京で実装したインテルのチームと一緒に、やったパフォーマンスですけども、これリンツの街なんですよね。そこで普通に社会実験を、まあ、こういったテクノロジーとクリエイティビティを掛け合わせてやっている、まあ、我々これなんでやったかというと、まあ、いろんな理由があるんですけど、一個今日言っておきたいなと思っているポイントは、やっぱりこの当時からドローンというものが軍事転用されるという危険性が非常にあって、多分皆さんにとってもドローンというものはおそらく殺人兵器の多分アイコンなんだと思うんです。どうやったらテクノロジーをそういう可能性だけではなく文化的な、つまりカルチャーのテクノロジーに変えられるのかっていうのは、アーティスト、文化機関がやらなきゃいけないポイントだと思っています。そんなリンツから東京、そして東京に、行きますけども、まあ、東京っていうものを見たときにですね、まあ、今日ついてこの渋谷の交差点、そしていろいろな事象があると。で、一個面白いクォーツをご紹介します。今日の大きな多分問いにもなるかと思いますが、うちの芸術監督ゲルフィート・シュトッカー、都市とは人類史上最も偉大な、現在進行形の社会実験である。我々にとっては町というものは何か出来上がったようなものに見えるかもしれないですけど、特に東京は新陳代謝の激しいすごくユニークな、まあ、ある意味社会実験の場ですよね。でしたら私たちはこれからどんな社会実験をもっと意識して、面白いクリエイティブな、そういった社会実験を展開できるのか、まあ、それをこの CCBT の、フロントラインというかベースに置きながらいろいろやっていきたいと思いますが、町というコンテクストで見たときに過去を紐解いていくと、町がいかに時代とともに変容してきたのかが分かります。例えばこれはイスタンブールなんですけども、見てください、この外壁、つまり、敵から守るための都市というものは生命維持装置であったことは明らかですし、まあ、この近年のパンデミックで我々も非常に公衆衛生に関しての意識があったと思いますが、人類は幾度となく新しい発明を繰り返しながらサバイバルしたわけですね。これはロンドンの下水道の仕組みです。そういうふうに見たときに、じゃあ今この時代において私たちはどんな新しい目に見えない事象や、テクノロジーに直面しているのか、こちらはプリア・アセクトニカ2020年の、ホノラリーメンション、コンピューターアニメーション受賞作品で、スクエア・ブッシャーさんと、ダイト・マナベさんと、慶長清水さんによる作品ですが、まあ、私たちはこのデジタルトランスフォーメーションの最中、いろんなものがデジタル化されている。僕がこの喋ってる情報やここを通過したものも
監視カメラやソーシャルメディアやいろんなメディア技術によって私たちの存在自身がデジタル化されようとしています。もちろんリアルと違う部分、乖離している部分もあるんですけども、私たちはこの21世紀どうやってこの複数形の自分と向き合いながら生きていくのでしょうか。アーティストたちはやはりこういった時代の変容に対して新しい未来を知っているがゆえに、その可能性や問題点を指摘し、これからのヒントを私たちにくれるわけですよね。でそう考えると僕はやっぱ東京という世界最大の実験区、一番でかいこんな面白い場所なくないって話でこの皆さんにご参画いただいて、ザ・フューチャーじゃない複数形の未来に私たち、つまり誰かが描いたザ・フューチャーの時代じゃないんですよね。未来が多様に交錯し選択肢がある時代で、どうやったらその複数形の未来のホープをクリエイティブとテクノロジーで作ることができるだろうか。今日の午前中僕が発信したステートメントはこの CCBT の役割のいわゆるステートメントだったのでミッションなんですが、コークリエイティブトランスフォーメーションオブ東京、クリエイティブ×テクノロジーで東京をより良い都市街に変える CX DX のデジタルトランスフォーメーションを推進される宮坂さんからインスピレーションを受けて、 DX が誰のための何のためのものなのかというものをもう一回丁寧にケアフリーにやはり私たちは考えなきゃいけない。でそこに東京という実験区がある、何ができるだろうかという話を今日したいと思ってます。CCBT 自身は皆さんご覧いただいて、これからいろいろなツールやインフラがあるんですけども、ここはギャラリーや美術館ではありません。なので、僕にとってはここはもう街、リンツが文化インフラだとしたら、アルセレクトが文化インフラだとしたら、僕はここはクリエイティブなベースでありエンジンだと思ってます。ここではですね、さまざまなミートアップコミュニティを作っていく、皆さん今日ご興味を持っていただければぜひ来てください。新しい公民館の形、公民館という言葉をアップデートしていくような動きだと思いますし、それを行うにあたってのデジタルスキル、そして未来のリテラシー、未来のフルエンシーを高めていくようなワークショップや、これからの東京のアジェンダをクリエイティブに変容させていくキャンプ、そしてこれが一番売りなんですけど、インキュベーション、日本最大規模の1件1000万のアーティストインレジデンスプログラム5件、今審査中ですが、毎年5件の夢のある、まあでもそれぐらいやらないとやっぱり何か起こせないということで、そういったこのテーマ、東京をより良いクリエイティブ×テクノロジーをより良い都市にするための新しいプロポーザルがまさに発動され、アクションに変換されようとしています。そして今年、来週からですが、もう一回メディアアート、このドライビングフォースになっているメディアアートを再訪問しようということで、岩井俊雄さんの、作品を今修復させていただいて、メディアとは何か、メディアテクノロジーとは何か、そこに何がアートができるのかということを体験できる、そういったことを考えています。シビッククリエイティビティって何でしょうか。僕にとっては未来志向だと思っています。やっぱ未来志向がないと未来を乗り越えることもできないし、過去だけではなくてどうやったら未来をレジリエンス高く乗り越えていくのか。そしてこのプロジェクトで一番ユニークだなと思うのは、東京都がやってるので、やっぱりその今までアートとポリシーやそういったガバナンスっていうものが全然交錯することは全くなかったんですけども、東京の課題、都市課題や政策と我々最先端の創造性を衝突させることによって、規制概念からの脱却を目指すのだみたいな、まあでもこれは先ほどプレスでもすごいクリエイティブなフィードバックがありまして、アーティスト・イン・ガバメントどこまでやるの、どんなふうにやるのというのは、まあ今日も議論したいポイントにもあります。まあこれはまだメタファーレベルで、アーティストが宮坂さんの隣で座ってなんか質問の邪魔をするしてるわけではなくて、ここ自身がある意味その接合点になっているという、まだそういったところなんですけども、こういった仕組みが入ることによって、この多様で複雑な時代だからこそ丁寧にじっくりかけて5年かけて答えを出そうよとか、そういったアーティスティックな、要はニュースメディアが伝えるものではないアーティスティックなジャーナリズムとして、
その何だろう、イシューを丁寧にこう紐解いていくようなことがあってもいいかもしれません。まあ、そういったこれからの町におけるあのクリエイティブシステムとして、この CCBT というものが、まあ、T は今東京なんですけど、もし今日ご興味ある方がいらっしゃいましたら、この数年間でこれをシステム化して、いろいろなところに汎用できるようなキットとして、あのいろいろな行政が活用できるような状況に持っていこうと考えています。つまり CCBA や CCBB や CCBC、 おそらくこの CCB という言葉も公民館に変わるような新しい言葉になるでしょう。まあ、そう考えるとアートフォーソサイティということで今日議論したいと思っています。改めてこのご参加方、ちょっとあの 3組のね、あの高輪ゲートウェイから中野を見るというすごいでかすぎてなかなかあの難しいんですけど、高輪でまさに何もないここ普通は何かあって街づくりアートセンター作るんだけど、何もないところをゼロから、つまり惑星に移住して新しいことを何かやってる眞秀さん、そして中野の商店街などのローカルなコミュニティに新しいクリエイティブテクノロジーを導入してそこを触発する市原悦子さん、そして、宮坂副知事とですね、今日はですね、どうしましょうね、もう多分たくさんの話があるとは思うんですけども、まず最初に宮坂副知事にですね、この、CCBT や、まあ、この DX そして CX の期待などをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、まずシビッククリエイティビティという言葉が今回こう作られているわけなんですけど、その前にあのシビックテックっていう言葉は最近話題にもなりましたんで皆さんご存知だと思うんですよね。で、まあ、簡単に言うとこれまでは行政のデジタルサービスっていうのは行政が作って市民の皆さん使ってくださいねっていうのが、まあシビック、あの元々の行政のデジタルサービスの作り方だったんですけど、まあ、それを改めて行政も作るけど市民も参加しませんかと。デジタルの最大の面白さってやっぱアップロードできることですよね。いろんなやり方でアップロード、コンテンツだったりプログラムだったりデータだったりいろんなやり方があるんですけど、アップロードってい こう参加できることがやっぱりデジタルの本当に面白いところで、まあ、そういったところからシビックテックっていうものが生まれて世界中でいろんなところで今どんどん進んでいますと。まあ、そういった時にじゃあアートとかデザインの領域はじゃあどうなんだろうかと。テクノロジーっていうのはちょっと昨日話をしながら教えてもらった受け売りなんですけど、デザインは生活を豊かにするツールで、アートは心を豊かにするツールと。テクノロジーは多分生活を便利にしたり生活コストを安くするものですよね。だからシビックテクノロジーがあるんであればシビックアートとかシビックデザインっていうものがもうちょっとこう我々の中に取り込むことができないんだろうかっていう、まあ素朴な問題意識から結構始まってるんですよね。でやっぱりどうしてもあのテクノロジー、僕はまあテクノロジー DX 担当なんで、まあ、DX をメインにやってるわけですけど、まあ、よくいろいろ議論されてるね、あのスマートシティのこう未来の絵があるじゃないですか。こうでもそこにやっぱりアートとテクノロジーのこう世界がないとですね、テクノロジーでめちゃくちゃ便利だったと、テクノロジーでものすごい安くなったと、でもデザインがないから生活の豊かさのない街ですねとかね、アートがないからなんかどうも心が寂しい街だなと。やっぱ都市の魅力って便利さも大事ですけど、やっぱこう潤いみたいなものも、ね、大事だと思うんですよね。そこはなかなか行政としてはここまではこうそういう、こう衝突が、ね、なかなか起こしてなかったところなんですけど、まあ、この CCBT という拠点ができましたので、テクノロジーの分野とそれからこう生活を豊かにするデザイン、心を豊かにするアートというのがこうつながって、そしてあのアーティストも大事ですけど、そこにこういろんな人が参加できるような、そういったこう舞台になればいいなと自分としては思っています。以上です。ありがとうございます。ということを考えると、やっぱりそのスマートシティという話じゃなくて、いかにスマートなシチズン、その新しいキットを活用しながら、そうですね、あの本当スマートシチズンという言葉は僕はとても好きなんですけどね、スマートシチズンがたくさんいる街が結果的にスマートシティになるわけであって、別にドローンとか自動運転のロボットがいっぱい走ってる街がスマートシティじゃないよって、多分そういうことだと思うんですよね。そうですよね。まさにそこのツール作りとかアクセスできる状況を作るってことも重要かなと思いますが、ここからですね、先ほど言ったあの俯瞰図であの東京の社会実験、まさに進行形と実際に行ったものとして、まず1個目はですね、高輪ゲートウェイ、まあ、こちらをね、もう所轄っていうか今からプラネットなんで、先ほどの見るとね、
今ぶっちゃけどういう感じとか、どういう構想でこの東京の本当に大きなエリアを、変容させようとしているのか、その話を内田真帆さんからお伺いできればと思ってますけど、どうでしょう。はい、ありがとうございます。そんな大層な期待に応えられるかわからないんですけれども、ちょっと自己紹介含めて15分ぐらいお時間をいただいているということなので、ちょっとお話ししたいんですけれども、まず私の話で言うと、アルスエレクトロニカとかそういう分野、メディアアートの分野に非常に近いところにいまして、日本科学未来館という国立のミュージアムで、トータルですけど18年くらい、途中でニューヨークのMoMAに行かせてもらったりとかあったんですけれども、で未来館にこう文化係として入って、なんか科学には文化が必要だとかデザインが必要だとか、まさに宮坂さんがおっしゃったように、テクノロジーとかサイエンスにこう豊かさですよねをこう加えていくことによって、一般のお客さんにその 真の価値っていうのを分かっていただくっていう、そういう展示を作ったり、国立のミュージアムを夜中中レイブパーティーやったりとか、コンサート会場にしたりとか、そういうそのパブリックな場所を面白く使うみたいな、仕掛けも随分やってきました。で そういう過去がある中で、2年半くらい前から JR 東日本というところに移って、高輪ゲートウェイシティの開発、特に、文化創造棟というのの、準備を今やっているところです。で先ほど小川さんが見せてくださった写真の通りで、駅前に広大な駅もなかったんですよね。そうそう、数年前まで駅もなかった、広大な車両基地を、東京上野ラインというのを通してですね、その鉄道を全部こう東京の外に出して、で土地を作って、で山手線と京浜東北線をこう差し替えて、でそこにまた新たな土地を作って、駅を作って、今町を作っていると。でその町なんですけれども、そうだね、すいません、この町づくりと一緒に今進行形の話で言うと、万博 のロボットの石黒先生ですね、阪大 のパビリオンのプロデュースを、企画をやってたりとか、あとちょっとテックの話で言うと、バービカンセンターというロンドンにある私たちの大先輩になると思ってるんですけれども、こちらの大先輩にもなるんじゃないかと思いますけれども、ロンドン市の、保有する文化センターで、コーキュレーターという形で AI の展示をやってて、今これ巡回してたりとかします。で、高輪の町なんですけれども、もう今日本当に呼んでくださってありがとうございますっていうか、100年先の心豊かな暮らしのための実験場っていうのが高輪ゲートウェイシティの、コンセプトです。だから都市が実験場だってゲルフリートさんの話もありましたけれども、都市実験場かもしれないんですけれども、こう歴史的にこう見た時に、だけど、多分都市っていうのは公共のルールで成り立ってたり、私有地っていうのもあって、なかなか本当に実験的に使えてるところっていうのはないと思うんですよ。ですけど、で特に駅なんかはやっぱりコントロールが厳しくって、なんか駅で突然こう叫んだりとか、こうアートパフォーマンスしたりとかしたら怒られるじゃないですか。で街っていうのもそうですよね。だけど、この高輪ゲートウェイシティはとにかく実験ができる街にしようっていうことで開発を進めています。でその中で、やはり心を豊かにしなきゃいけないので文化が必要だと。で我々の、今文化創造棟、まだ名前もないんですけれども、熊健吾さんが 外装をデザインしてくださって、こういうこうなんです。で東京って土地がないので、こういうアイコニックなこうミュージアムとかセンターってなかなか作れないんですよね。こちらもこのね、ホテルの下に本当にここに何かあるのかみたいなところにできてますけど、JR の土地を、やはりちゃんと文化貢献するようにということで、あえて高層ではなくて低層でこういう、アイコニックな緑豊かな、土地を建物を建てて、で100年先に文化をつなぐということで、開発を進めています。もともとここってその江戸時代
には塾、品川塾のそばにあって、まあお屋敷町があったんですけれども、150年前に、まあ、明治維新のすぐ後ですねに鉄道が来て、で日本で初めての、まあ、鉄道が走った土地 で石垣もこう出てきたりとか、まあ、それでちょっと町の計画変わったりとかしたんですけれども、まあ、そういう場所です。だから明治に、まあ、日本が近代化をする時のそのイノベーションの象徴の場であったので、まあ、これから先文化のイノベーションをやっていこうと思っています。で何を軸にしていくかっていうと、まあ、次世代の人たち、まあ、日本ってお年寄りが結構元気なところなので、まあ、若い人たちにちゃんとこう場を与えたいなっていうことと、あと多様な、まあ、プレイヤー、さっきフューチャーズっていう話もありましたけれども、まあロボットとか AI も人権を与えるとしたらすごいいろんなプレイヤーがいるわけですよね。まあ、そういう人間だけじゃなくて、まあ、さまざまなプレイヤーの方たちと何らかの文化とかコンテンツを生み出すっていうことと、あとまあ自然とか地域とつないでいく。であと、まあ、日本らしさっていうことをすごく大事にしたいと思っているので、伝統をこうどう更新して、いけるかっていう、そういうことも軸にしています。はい。でまあ、私たちの財団はまあ、これから財団去年できたんですけれども、まあ、組織としては少しずつ成長して、で、まあ、さまざまな方たちと一緒に、コラボレーションしていくと。で、まあ、どんな中身なのっていうと、まあ、大きな、まあ、展示ができるようなスペースとか、1000席くらいのですね、1200席の、音が出せるホールとか、300平米のこう実験的なことができるスペースとか、あと畳100畳って結構びっくりしますよね。これは私すごくお気に入りなんですけれども、そういうパブリックスペースを用意して、いくつかいろんなアクティビティをやっていこうと思っています。でプラス外と中をつなぐということで、屋上庭園があったりとか、公園にこうつながっているホワイエがあったりとか、あとまあ地下にホールのところに大きな本棚があって、まあ、そういうところにちょっとアナログのアーカイブを作ったりで、当然まあ新しい町なのでインフラですね、情報インフラみたいなものは十分に、適用できるような形で準備をしています。はい。あとここから、まあ、ちょっとコンテンツの話になるんですけど、こういうまあ施設ができても割にこう場所場所で貸し会場にして、なんか展覧会とパフォーマンス全然関係ないことやってるねみたいなことってよくあるじゃないですか。で、まあ、我々のこれチャレンジなんですけれども、まあ、フォーカステーマっていうのを一つ、まあ、あれですよ、フェスティバルみたいな感じです、リンツの、うん、で展覧会もあって、パフォーマンスもあって、いろんなワークショップもあるって、それをこう年1回か2回ちょっと今検討中ですけれども、何か一つのテーマをこう様々な方向から掘り下げるみたいなプログラムを作っていこうと思ってます。まあ、こういう感じですね。館全体がこういろんなプログラムで一体になっていくと。で、さらに、まあ、東日本鉄道でつながってるので、ちょっとさっきね、あちらで話題にもなったんですけれども、まあ、全部フィジカルにつながってるんです、レールで。これすごい強みだと思っていて、高輪だけじゃなくて、やっぱり、まあ、東日本だけじゃなくて、まあ、本当に鉄道は世界一の鉄道だと思ってというか事実ですけれども、まあ、鉄道のフィジカルなレールをつないで、いろんなところにこうつながっていくと、そういうコンテンツの作り方をしたいと思ってます。あと高輪だけじゃなくて地域の活性化とか、そういうのも、まあ、東京からアプローチしていけたらなと。はい。であと今日はなんかテーマとしては、どうやって東京を面白くするのっていう、こうテーマ出しかなと思っていて、さっき街は実験場だけどなかなか実験できないよねっていうので、ここはパブリックですかプライベートですかみたいな線引きがすごくあると思ってるんですよ。で実はこの高輪ゲートウェイは、駅ってなんとなくパブリックスペースだと思うじゃないですか。で街もパブリックスペースだと思うんですけど、実は JR 東日本一社 のプライベートスペースでもあると。ここでなんかさまざまな新しい実験ができるんじゃないかなとか、都市なの地方なのみたいな話もあるし、あとまあ伝統ですか未来ですかっていう、ここをこうどうつないでいくんですかっていうこともあると思うし、
あのフィジカル、バーチャル、人間なのか機械なのかとか、あとプレイヤーですか観客ですかっていう、今もうあのステージと体験型ってすごく流行ってますけど、あの、まあ、シチズンっていうさっき言葉も出てきたけど、どう参加させるのかみたいなことだったり、あと展示なのかパフォーマンスなのか、これちょっとあの文化寄りの話ですけれども、あのライブパフォーマンスなのか展示なのかメディアなのかみたいな、そこのこうあのボーダーを壊していくみたいなこと、あとまあ人工ですか自然ですかみたいな、まあ、こういうことをちょっとテーマにしながらいろいろ作っていきたいなと思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ拍手拍手とまだ何も作ってないので、やっと穴掘り出したところなんで、ちょっと先ほどみたいな映像、ね、映像とか何もないので映像とか見せられないんですけど、でも多分一個多分宮坂さんとも話したいポイントがこれ規制の話で、あそこがプライベートでくぐろうとされているんだろうなと思っていて、やっぱりあれダメこれダメじゃないですか、あのパブリックって、そこら辺そのプライベートとパブリックのが交錯するようなその法律の話って、都としてはそのトランスフォーメーションってどういうふうに今トラ息なしなんですか、すいません、看板とかねそういろいろね、の目の泳ぐような質問なんですけどそうですね、変えられることと変えられないことがやっぱあるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、僕も行政実は民間に前いたんですよね。で民間に行った時はよく行政に行ってやってたことって、規制緩和しろっていつも言ってたんですよで行政に来ると、まあ、逆にこう変えづらい理由なんかもやっぱりいろいろ分かってくるんですよね。まあ、そういった時に今トランスフォーメーションっていう話がありますけど、こうテクノロジーでデジタルで変えるのが DX って言われるじゃないですか。こうただ DX ってあくまでもこのルールの上でしかトランスフォーメーションできないんですよね。だからこの DX の根っこにあるのはやっぱこう法律のトランスフォーメーションとか制度のトランスフォーメーションをできる能力がめちゃくちゃ大事で、それに長けた国は多分 DX とかクリエイティブトランスフォーメーション多分やりやすいんだと思うんですよ。なぜならそのルール、要するに法律って日本語でプログラミングされてるわけですよね。日本語のプログラミングを書き換える能力の高い国とか都市は上でいろんなことができるんだけど、そこの能力が弱いと上はどれだけやりたいと言ってもそれは法律違反ですとかルール違反ですになるんで、実は DX の、 この根っこにあるのがそのこう法律っていうかその制度のトランスフォーメーションがむちゃくちゃ問われてるんだろうなと思いながら頑張りますっていう感じですかね、はい、よろしくお願いしますでさらにあのやっぱここに住む、まあ、もしくはユーザーも含めた市民がここの情勢にどう関わっていくのかなって、まあ、ちょっと今見てて、はい、ここの街づくりの部分はどういうふうにその市民参画のスキームとかを考えているのかはちょっと気になったので聞いてもいいですか。はいはい、さっきその何にもないところに作るっていう話はあったんですけど、あの鉄道によって大きな川が走ってるみたいな感じで、実は川の両岸にはいっぱいちゃんとローカルが あって、で特に高輪ってやっぱ歴史も非常に深くてというか昔からいらっしゃる方たちもいっぱいいて、地域連携っていうのは逆にすごく、まあ、本当に土地の風景を変えてしまうので、この開発っていうのは。だから、まあ、私なんかが参加するずっと前から東日本としては本当にこう地域の方たちと話しながらというか、まず町を作っていいですかっていうところから始めてますし、今例えば駅を地元の人たちに開放してなんか盆踊りするとか、 なんかそういうイベントを日々行っていて、町ができる前から参加してもらうっていうところはやってます。あとやっぱりオフィスビルが建つので、ある意味その住人っていうのと、もともといたいる周りの住人の方と新しい町に来る方たち、その本当に新しい住人っていうのと、あとまあ利用する人っていう、なんかまあ3種類ぐらいの方たちにどうやって参加してもらうかっていうのはまだ準備の期間があるので、まあ、できてからっていうよりは準備期間から参加していただくっていうことをポリシーにしてますね。はい、じゃあちょっとまた後ほどラウンドディスカッションでそこら辺話したいんですけど、今ちょっとキーワードとしてあとスライドでもあった盆踊りとか
やっぱり日本のイノベーションって僕お祭りな気がしているんですよ。もうフェスティバルドリブンイノベーションしか言い訳が欲しいんですよね、もうブレイコーとか、だから万博も来るしオリンピックも来る、大好きなんだけど、それがダメとかじゃなくて、実はそういうカルチャーっていうか、やっぱそのお祭りがあることによって、アウトオブザボックスできるって、既成概念からその瞬間トランスになれるっていうのもポイントかなって思ってて、そう考えると社会実験にというか、まあ、これはすでに行われた実験だとは思いますが、中野急になんですけど、急にそういうふり、で、悦子さんの方に、はい、やっぱり中野といえば、もう僕も、ね、久しぶりに日本帰ってきて、素敵だよね、あの風景とか、もう絶対ない風景が、すごい郷愁なのか都市なのか、なんかそうですね、都市のど真ん中なのにすごく、あの昭和の、あの情景が残っているって、結構不思議な、そうですね、土地があって、そこにたまたまご縁が、そこの川島商店街、はい、川島商店街、マツコデラックスが長年住んでいたことに有名な、いたという、はい、そこでの実験の様子というか、多分いろいろなことがあったと思います、はい、なのでちょっとそこら辺のレポートをお願いしてもいいですか。はい、よろしくお願いします。皆様はすごくさまざまな機関を代表されている方だと思うんですけど、私はもうちょっとあの市民寄りというか、あのただの変態寄りというか、ここにこんな公的な場に出ていいのかわからないあのアーティストなんですけども、とりあえずあの簡単に自己紹介も兼ねて、まあそういった実践のお話をできればと思います。市原悦子と申します。巫女の格好をしておりますが、あのアーティスト妄想インベンターという謎の肩書きで、あの活動しておりまして、あのこれまでの流れを説明すると、あのなぜ私がここに呼ばれたか若干におわせることができるんですけども、もともとはそうです、文系大学卒業した後、ね、あのなんとヤフージャパンにデザイナーとして入社しておりまして、あのいつも宮坂社長を、あの電車朝礼の3000人ぐらいいる、あのディスプレイの遥か彼方、あるいは、舞踏館で開催された、3000人の電車朝礼の遥か、ま、豆のようなところで見ていたので、今日はここで一緒にお話をしている距離感にちょっとまだ慣れていないんですが、まあ、ヤフーが副業 OK だったので、まあ、その当時からアーティスト活動をやっていて、まああのまあ、宮坂体制になってからあのワイルドに行こうっていうあの号令があったので、ワイルドに会社を辞めてアーティストになって、で最近はちょっとあのそうですね、そうですね、ワイルドに社会人大学院生をさらにやっているという状況です。まあ、割とあのメディアあの出落ち的な作品なので出がちなのと、あのアルツエレクトロニカの受賞きっかけに結構海外で の展開が近年増えております。で東京都と あのつながりでいうと、あの歴史文化を軸にした東京の魅力発信に関わる懇談会という、まあ、その複数人 あの有識者の方で、あのどうやったらその江戸っていう資産をあの活用できるのかというところになぜかあのいるというつながりがありました。で、あの私が、まあ、先ほどあの千田さんのお話でも、あの伝統 と未来というお話があったんですけど、私も割とそういった興味分野で作品を作っていて、まあ、デジタルシャーマニズムっていうあのコンセプトでずっと活動してるんですけど、まあ、これは、まあ、日本の民間振興とテクノロジーが融合したらどうなってしまうのかっていうことがずっとフォーカステーマで、まあ、ちょっと本当にひどいタイトルが並んでるんですけど、あの、まあ、触るとアイグ大根とか死後四十九日間一緒に過ごせるロボットとか都市の生ハゲとか、そういったものを作っておりました。でなぜここに呼ばれたかというと、おそらくあの自分が比較的コミュニティ横断型で作品を作ることが、まあ、アーティストの人は結構多くて、まあ、それは別に狙っているというよりは、まあ、単純にあの作品これやりたいって妄想が自分一人で実現できるキャパを超えてしまうため、必然的に、まあ、そのアーティストのわがままでいろんな方にあのお願いさせていただいて、あのお力を借りているっていうことが多いんですけども、まあ、あのアルツエレクトロニカにあの初めに縁ができたのが、自分がその人間の死とか弔いに興味が出たのがきっかけで、あのデジタルシャーマンプロジェクトという作品を作りまして、まあ、これは実際にあの自分の祖母が亡くなって葬儀に出たのがきっかけで、まあ、その日本 の、まあ、なんだろう、仏教葬儀っていうものがあの人間の心をいかにその沈めてきたか、あの人間をどう整理させてきたかっていうあのことに気がついていて、でそれとまあ最先端 その家庭用ロボットとかヒューマノイドロボット AI っていうものが紐づいたら、まあ、新しい弔いができるんじゃないかっていうあのものを、まあ、自分なりに具現化したものを制作したら、それがあのプリアルセエレクトロニカでオノラリーメーションという賞をいただいて、でそれがきっかけであの初めてアルスエレクトロニカに足を踏み入れたっていうのが2018年でした。まあ最近ですね。でその次にあの自分が興味を持ったのが、そのさっきあのお話にもありました通り祝祭
ま、祭りっていうものの生命力みたいなものにすごく興味を持っていて、で初めに興味を持ったのがあのナマハゲ、あの、まあ、日本の方はご存知ナマハゲなんですけど、まあ、一応あの海外の方もいらっしゃるので軽く ご説明すると、まあ、秋田県小鹿市小鹿半島に、まあ、そのなんだろう、その 年の終わりになると鬼のような存在がやってきて、まあ、幼子をあの脅すような、まあ、そういう風習があるんですけども、それにすごく一時興味を持っていて、まあ、企業のオープンイノベーションラボと一緒にそれを作品化していたことがありました。でその時にあのすごい面白いなって思ったのが、まあ、そういう伝承のよくわからない風習に見えて、実はすごくなんかその土地のコミュニティを維持するための機能っていうのはすごく備わっていて、まあ、生ハゲに扮した若者がその民家を訪れることで、まあ、そこの戸籍を管理していたとか、なんかあの変なやつがいないかあの監視していたとか、そういう機能が隠れていたらしいということがどんどん分かって、それがすごく興味深くって、でそれをさらにあのそうですね、あの現代の完成 SNSにあのトランスポジションするような、まあ、そういった作品を作って、まあ、年の割に悪いこう通報された人はしつけされるというものを作って、まあ、映像作品として作っていたんですが、まあ、結構そういう作品という枠であの、まあ、ずっと作っていた後に、まあ、アルセエレクトロニカ2018-2019年にあの現地にお邪魔したんですが、なんかすごくあの、まあ、いろいろ開眼したというか、なんか結構正気だったのが、すごく街にアートみたいなものがすごくあのすごく実装されているというか、本当に一部の人があのアート作品楽しんでるってよりは、本当に街の普通の子どもとかおじいちゃんおばあちゃんまでなんかそのフェスティバルに参加しているっていう要素が結構強烈に目に焼き付いてしまって、で実際にそういうなんか街の人が参加できるような、本当に実際にやるようなフェスティバル自分もやりたいなって思ってやったのが、まあ、コロナ禍滑り込みであのやった仮想通貨奉納祭というあの変な記載主催のようなものをあのもう本当に DIY でやりました。特に何のバックアップもなく、ただアーティスト本人がやりたいっていうだけで、特に何の資金もないのに見切り発車で始めたんですが、まあ、これはどういうものかというと、まあ、今ってまあすごいあのそうですね、すごい怪しいポンチがあるんですけど、まあ、今ってあの、まあ、NFT だとかあの仮想通貨だとかいろんなものがもう音を立ててあのいろんなあの私たち あの決済だったり価値のあり方を変えていると思うんですけど、まあ、実際あのか、まあ、これまで あの神様への奉納の歴史を調べて、まあ、物々交換だったりあの米とか銅貨、まあ、それはもっと古く言うと生贄とかそういったものから、まあ、銅貨紙幣ってどんどんあの変わっていったと思うんですけど、じゃあ今キャッシュレスとか、まあ、NFT とかその仮想通貨の時代にどうやったらその神様に価値を奉納できるのか、なんかもっといろんなやり方があってもいいんじゃないかっていうのから、もう本当にもうひどいポンチなんですけど世界中から仮想通貨を集めて地域や神社に奉納して祖師の豊穣を祈るような祭礼儀式をやりたいっていう、もう本当にこれだけのこれだけのプランから走り出し、であの結構やり方として地域の祭りの作り方もこうしたんですねそうで、まあ、特に何のバックアップもなかったって話しましたけども、地域の祭りって何の財源もない中から、でもちょっとずついろんな人があの寄与というかあのおひねり出したり、まあ、労働力出したりしてできていったので、まあ、そういうやり方がちょっとクラウドファンディングにちょっと近いんじゃないかなって思って始めたら、これは結構面白い効果が起きていって、なんかあのいろんな分野で活躍されている、まあ、AI の専門家の方とか、そのアートシンキングの専門家とか、あとアニマトロニクスとか、あと発行とか、いろんな分野の専門家の方がなんかお金を寄付した上でさらに自分も働くっていうよくわからないムーブをいろいろやってくれるというあの奇跡が起こりまして、まあ、結構やっぱそれも祭りっていうモデルを参考にしたから、なんかいろんな分野に開かれた場としてのなんかその競争の形ができたのかもなって思っておりました。でこれは実際にあの東京都中野区川島商店街という、まあ、先ほどお話した非常に味のあるマスコデラックスが住んでた商店街でやったんですが、まあ、ここに本当にいろんなもう市民の方が自主的に持ってきた作品がたくさんインストールされて、まあ、天狗のロボットだとか、あと期待にふさわしいあの結構法律すれすれの 99% 金ですみたいなお酒が奉納されたりとか、あと本当にあの一般の市民の方からのオープンコールで
なんか変な変なって言うとあれですけど、本当にいろんな展示がなんか仮想通貨のハビになりましたとか、あと手回しので仮想通貨マイニングできる機械を作りましたとかいろんなものがどんどん集まってきて、でさらにこのお祭りの中心としてサーバーみこしという謎のみこしを制作したんですが、これはその世界中からビットコインが5回連続着金するとワッショイセレブレーションという機能が発動して、まあ、めちゃくちゃもう光に光って叫びに叫ぶ、でその声はAI が音声合成してるっていうすごい奇妙な物を作ったんですが、まあ、それを、街で担ぐそのグループチャットで自然発生的にセイヤセイヤじゃなくて仮想通貨だからペイヤペイヤってちょっとヤフーに関係ありますから、これペイペイヤペイヤって言いながらそうですね、叫ぼうっていう勝手に決まっていて、私も特にコントロールしてないんですけど、でこれが実際にそのペイヤ行列の様子、これ2019年でまだギリギリできた頃だったんでめちゃくちゃ集まったんですけど、これ普通の商店街ですからね、ペイヤペイヤペイヤ全力でペイヤって絶叫で、本当に この意味のわからない行列になぜかわからないけどいろんな人がドロ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 永遠についてきているという、ちょっと白チームのような様子になっていて、でこんなことをやって、あすみません、 次の動画に行きます。こんなことをやって大丈夫なのかと心配されるかもしれませんが、あすみません、意外と街の方も参加してくれて、結構子供とかが狂ったようにペイヤーって言いながら、そう発狂しながらついてくる、この謎のハイテンションでお送りしておりました。で結果的に2日間で動員が一番、これ商店街計測なんですけど、本当にアーティストは手弁当でやった割に結構人集まったんですが、でもこの時にすごく面白いなって思ったのが、まあ、こういう神様への新しい奉納があるんじゃないかみたいな、なんか 誰も答え知らんがなみたいな、そういう問いが意外と起爆剤になって、いろんな人がじゃあ俺はこう思うみたいな感じでいろんなコミュニティを越境していくことが面白いなって思ってすごく感動していたんですが、でこれ2019年開催して2020年以降感染症が皆さんご存じの通り蔓延しまして、でもちょっとでもどうにかならんか、まあ、そのいろんなその伝統文化伝統芸能の方からやっぱ悲痛な声がすごく届いてくるわけで、何かできることはないかなって思って、ちょっとプロトタイプとして作っていたのが祝祭のデジタルツインというものを早稲田大学 の松山陽一研という、まあ、そのデジタルツインを研究している研究者の方と一緒にその試験的に作っていて、まあ、これはさっきのサーバーみこしですね、あれをさらにフォトグラメトリでスキャンしてデジタル上にある架空の被災をやっている24時間やっている島みたいなものを作って、で さらにそうですね、そのデジタル空間の仮想 の村にこう奉納すれば、またこうポーンって村の中心にある謎の穴から石碑がポーンって出てきて、永久にその島にその基金が刻まれるっていう謎のシステム、そしてそれがAR でもその実空間で見えるようになっていて、でその基金がされた瞬間にその こちら の AR 側の方の謎のゴーストのような存在たちが今ちょっと準備体操してるんですけどパレードを始めるというものを作っていました。これがその2021年にまさに小川秀明さんがヘッドをやっていたシーグラフエジアのアートギャラリーをきっかけに制作したものだったりしました。でさらに2022年とかやっぱそのコロナ禍で観光地がいろいろダメージを受けていた真っ盛りだと思うんですけど、そういうところでアートに何ができるんだろうと結構シビアに考えなきゃいけなかった時期で、道後温泉アートっていう芸術祭が、松山の道後温泉で結構昔からあるんですけど、まあ、そこが久しぶりにやることに開催されることになった2022年で、でやっぱその温泉地にとって観光地にとってやっぱそのコロナウイルスってもうとんでもない打撃だったわけで、じゃその中で何をやれば我々はいいんだろうかって思って、その時ひねり出したのがその C 年ポータルっていうお社のような作品を常設作品として制作して、もう本当に道後温泉の駅着いたらすぐにこれが目に入るぐらいのところに1年間置いてもらいました。でこれはなんかその道後温泉ってその情報が湯のように街を
湯がこういろんな地下に巡っているんですけど、それになぞらえてその道後を巡る情報があのこう吸い上げられて縁をつなぐようなポータル、まあ、つまりあの、まあ、自分がその街を歩き回って集めた情報だったり、まあ、ここは観光地に載ってないけどめちゃくちゃ面白い店だったりって、そういうものがあのこうランダムにお勧めされて、おみくじのようにお告げのように出てくるっていう、まあ、結構シンプルなものなんですけど、結構地元の方には喜んでいただいて、実際に送客につながったっていう声を結構いただいたりしました。これちょっと時間が押してきたんですけど、まあ、あと金作だとあの未来寿司っていう、最近あの東京とかスジティック東京っていうのをやってると聞いて、おやと思ってここでも奇妙などうあのシンクロがと思ったんですけど、そうですね、これは最近まで森美術館であの開催していた、あの開催とか、まあ、展示していた新作で、まあ、これは100年後までの未来の社会の食をテーマに、自分の妄想とサイエンスの論拠をミックスさせて架空の回転寿司屋を作ってディストピア的な風景を生み出そうというものなんですが、まあ、これ作るときにあの半分フィクション半分エビデンスっていうポリシーで作っていまして、まあ、半分ただの私の妄想なんですけど、でもその反面では本当にあの iPS 細胞とかを研究している研究者の方とかあとフードテックの研究者の方とかにあの実際にどういうものが起こりそうなのかっていう話を聞いて、で実際やっぱ事実の方が全然想像よりも面白かったし奇妙だって、あの、まあ、培養魚肉だったりその筋肉マダイだったり、まあ、実際これはもうあの起きていることなんですが、まあ、そういう事実からまた逆算する形でその自分も奇妙な寿司を制作し、で、まあ、こんな感じでちょっとこれもちょっとした祭りぐらいの人が集まったりしていました。で結構ちょっとあのまとめると、あのパンデミック以降やっぱりあのアーティストの役割のトランスフォーメーションっていうのが やっぱ自分の体感としてもあって、まあ、なんかこれまで本当に好きなものを作って好きなようにやってたんですけど、やっぱちょっとしたなんかその使命感というか、その街 の、なんかそのパッチするものとしてのアートっていうのを結構ここ数年はやっていたような気がします。なんかそのコロナ禍で世界が激動している中で、やっぱいろんな産業とかいろんな土地が弱っている中で、じゃあどうやったらそのアーティストが街とか文化とか社会あの寄与できるのかっていうのは結構大きな課題として結構のしかかっていて、まあ、まだ答えは出てないんですけど、まあ、それに対するあのアンサーをどうにか出そうとしているのと、あとあの未来の予防接種という謎のことを言ってるんですけど、まあ、やっぱその、まあ、パンデミックでも本当に体感したことですが、未来って本当すごい勢いで予想もできない形でやってくるし、でなんならちょっとさっきの筋肉マダイとかもそうですけど、あの現在の価値観からするとちょっと気持ち悪かったりおぞましいとすら感じるものもあるかもしれないんですけど、でもアーティストってそういうものを結構直感的にキャッチしてしまってあの形にしてしまったりもするんですが、でもそういうものをあらかじめ体験しておくことで、まあ、どんなディストピア的な未来が来たとしてもあの、まあ、ショックにならないというか、その体制じゃあ俺はこうするっていうあの柔軟性を得ることができるので、まあ、そういうショック療法的な力もあるんじゃないかなということで、はい、コロナ禍のトランスフォーあのアーティストとしての役割としてあの今そのようなことを考えていますというお話で締めさせていただきます。失礼しました。ありがとうございます。すごい大量の、ね、キーワードが社長どうですか。すいません、こんな面白いことやってんだよからね。本当ね、まあ、会社に勤まんないだろうなと思ったけど、やっぱりどうでも5年間でも心地よく働いておりました。でも本当にこうなんていうんですかね、物事をロジカルに考えすぎる嫌いってやっぱあると思うんですよ、会社員とか行政マンってね。だからまあ計画企画書が2枚とかね、さっきとかね。でもああいうものでやっぱ人って動くわけじゃないですか。こうだから積み上げていくこうなんか作能的なアプローチでこう積み上げていくことのこのまあ、あの安心感もある一方でちょっと世の中が、ね、左脳でっかちになりすぎてる気がして、そこにちょっと、ね、あえて分かりやすく言ってるだけですけどね、右脳的にこうそんなに積み上げなくてももっとこう直感とかね、アートとかデザインのフレーバーが入るとこうガーッと変わるっていうのが、さっき見ててね、そうですね、1万5000人集めるイベントってなかなか左脳で考えてもできないですよ。予算 100万ぐらいですか。予算100万でね。そういうところはやっぱこうアートとかデザインとかの力なんだなって本当に思いましたね、はい、いや本当に元社員元平社員として大変身に余るコメントをありがとうございます。ありがとうございます。でもこの2人は僕実は今日ヒントだと思うんですよね。いや1個の答えでもあるかなと思っていて、今日お松さん周りの皆さんはおそらくいろいろな企業に勤められてたりするというか、まあ、日本のね東京といえばやっぱ企業が集積しているエリアだから、
やっぱりもちろん今企業で働かれてたとしても別にマインドセットや心構えが変われば、うん、新しいこういったソーシャルな、イノベーションやいろいろなクリエイティビティの使い方、テクノロジー使い方って構想できると思うんですよね。思いません、悦子さん。そうです。特にやっぱアートデザインってそんなに予算がなくても本当にアイデア次第でホームランが打てたり飛距離が全然伸びたりもするっていう効果があるんで、結構やっぱ個人とかの単位でもやりやすいので、それで考えると、まあ、企業の中でいようが最低限のコンプライアンスで気をつけていれば結構両立しうるものだろうなという気はしております。なんかそうで、まあ、ホロさんにちょっとつなげたいんですけど、やっぱり新しい街にやっぱフェスバルとかってキーワードあるんだけど、いや悦子さんのやってるのってなんかやっぱ爆発力があるじゃん、なんかよくわかんない思いつきもあるけど、そうそう、でもあれをやっぱ実装というか、どんな祭りってその地域に高輪にそういう祭りを仕掛けていくのかってやっぱすごく僕重要だなと思っていて、なんか今見てて、まあ、もしくは長い経験の中、アートがね、その祭りとか新しい儀式みたいなものを21世紀今後どう構想できるのかなって、なんか考えてることあります？高輪でそのさっき言ってた祭りの話でいうと、なんかありましたよね、祭りの事例が。なんかアート、まあ、小川さんだからアートっていう言葉を正しく使ってると思うんですけど、なんかいわゆるカタカナのアートってちょっとそのマーケット的なアートと本来やっぱりその未来への予防接種、すごくいい言葉だなと思ったんですけど、ある問いをやっぱり問いを生み出す行為だと思うんですよね。で、っていうのと、あとその問いを、まあ、一人で生み出してるんじゃなくて、まあ、アーティストが問いを生み出すことで人が巻き込まれちゃうっていうか、そういうものじゃないですか。でそういう意味ではなんか祭りってそもそもなんか祈りとかそういうところから始まって、で現在において新しい宗教とかってそんな生まれないので、そういう意味ではなんかこう今生み出すものとして本質的なそのアートの、視点っていうのは、まあ、祭りだけじゃないですけれども、何かをこう変えるとか新しい枠組みをちょっとトライしてみるとか、そういうところで絶対必要なものなんじゃないかなっていうのは思います。ただなんかそのマーケットのアートとこうなんか誤解がないようにっていうとあれですけど、なんかこうお金を生み出すものとか、なんかこう売れるものとか、いわゆるそのアートマーケット、そうそう、アートマーケットですね。なんかそれにこう直結するみたいなことを例えば行政とか私たち町とかもですけど、あまり期待しちゃうと会話がずれちゃうのかなっていう、はいはい、気もしてます。まあ、そう考えると悦子さん その免疫力ですよね。薬じゃなくて免疫力だっていうとこですよね。予防接種は、そうですね。あとCCBT の前回 の成果発表で公民館、あ、じゃなくて、ああそっちか、そう、メンターのお一人が、あと未来に対しての準備体操っていう話もしていて、まあ、それもすごくいい言葉だし、あと、まあ、私は結構ヒデさん信者なのでアーティストは未来市民だっていう言葉もすごくいろんなところで引用させていただいてるんですけど、でもそうですね、結構やっぱいきなり本番来てもその対応ができないので、まあ、祭りもあるし、そうですね、ちょっと普段の日常ではありえない状況を仮想的に一時的にシャッて集まって作るところはあるので、いい予防接種の回だなと思います。あと一つ、なんかその祭りって一回だけじゃないんですよね。やっぱり続かないと祭りにならないと思うんです。でそういう意味ではその一回を起こすのは個人の力でできても、続けていくっていうのはその巻き込まれる人たちが継続的に巻き込まれて自分も巻き込む側にこう変わらないと絶対続いていかないので、まあ、私たちの町も続けるっていうかつなぐみたいなことがすごい大事だと思ってて、CCBT も頑張ってちゃんと長くこういういろんなプロジェクトってこう立ち上がるんですけど、やっぱりね続ける方が大変なんですよ。はい、だからアーティストがこう何かこう火花をこう散らしてくれた時に周りの人たちがそれアート の力量がないと続くものにまずならないっていうのはあると思うんですけど、まあ、いいものができた時にこう続けていくためのやっぱり周りの
あの仕組み作りだったり、あるいは強要度っていうんですかね、なんか全然商店街から怒られませんでしたか？怒られませんでした。けどでも怒られなかった背後には商店街のやっぱその青年会の方とかがいろんなところをこううまくだからどっかで怒ってる人いるかもしれないですね。そう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 、調整をいただいていた可能性が非常に高い。そうそうそう、だからそういうなんかそのなんかこうやっぱりコミュニティとか、うん、まあ、さっきシチズン、スマートシチズンみたいな話とつながるのかもしれないんですけど、まあ、その仕組み作りがすごく大事だなと思う、祭りになるには、はい、そう考えるとやっぱ先ほどの悦子さんのプロジェクトはおそらく今言ってたその青年会の人とかその文化的なそのプロデューサーというかやっぱりそういった人たちがいて、で多分そこのやっぱ層っていうのがもっともっと増えなきゃいけないかなと。アーティストとしてのマンパワーは本当に限界がありすぎる人、うん、そもそもアーティスト飽きっぽいという短所があるので、そうですね、うん、そこはやっぱ継続的に特にやっぱ祭りとか市民参加型ってなると本当にマネジメントコストが膨大になってくるので、CCBT 特にそういったマネジメントが特に強いイメージはあるので、割と参加したフェローアーティストの人たちもその辺すごく叩いていたんですけども、うんうん、そうですね、そういうマネジメントとか継続の仕組み作りっていうのは非常に重要になるかなと、うん、なんかちょっと昨日のね宮坂さんと僕で話してた、はい、ミケランジェロの話にしたいんですけど、ちょっとなんだろう、やっぱりミケランジェロの時代というかなんかバッと作ったものが何千年と価値になってるっていう、そうですね、はい、要は一瞬で文化を見るだけじゃなくて千年単位の要はジェネレーション越えのイノベーション的な、まあ、もしくは価値っていうのは結構やっぱ東京という場所だからこそ面白いものもあるのかなって話がありましたよね。まあ、だからちょっと非常に東京とは対極的な話なんですけどね、東京は常にこう多分地震が多いとかそういうのも影響してるような気がするんですけど、常にこうスクラップ&ビルとかものすごい早くてこんなに街中作り変え続けてる街ってないんじゃないかなっていうぐらい常に何もかも最新に塗り替え続けているのを150年やってますみたいな止まらない、そういう意味では最先端だと思うんですよね。でも一方でね、今言ったミケランジェロの作った街とかね、鎌倉とかもそうだと思うんですよね。当時のやっぱりデザイナーとか建築さんの作った街がバシッと残って、それでちゃんと千年単位でこう今も価値を残してそこに人がすごい来るわけですよね。だからまあそういう意味では実はまあそのお金の話するのはあれですけど、まあコスパとしてはめちゃくちゃいい話、可能性あるんですよね。そうですね、千年前に作った人のものでこう持ってるわけじゃないですか。一方で東京はその真逆の方行っていて、新しいものを作り続けるのって人を魅了するっていうこの対比もすごく面白くて、東京はそういう意味でも本当にこんだけ街中をこう新しくやり続けてるっていうすごい実験をやってるのかなと思いましたね。でそういう意味でファッションとカルチャーの違いの話を多分マホロさんおっしゃっていたように思っていて、やっぱ、ま、ファッションってやっぱすぐに1年でテクノロジーじゃないけどビジョンがそんなないから、逆に言うとなんだすぐに消費されていってしまう。だけどやっぱカルチャーっていうのは、ま、ケアしなきゃいけないし継続しなきゃいけないっていう、でっていうことは高輪の新しいエリアっていうのはファッションシティじゃなくてね、やっぱカルチャーあるなっていうところが、やっぱり土壌ね、カルティベートのカルチャーっていう、まあ、そこだからアートシティって言ってないんですよね。アートシティとかファッションシティって言ってなくて、文化ってアートはまあいろカタカナだと誤解も生むので文化っていう言い方をしてますけど、はい、まあ、でもその文化でまあ、東京の独特の文化もあるし、うん、東京だからこそ生まれるその発明とか表現もあって、うん、そうね、で今後この東京という文化のないところ、うん、ちょっと僕らも定義はできないんだけど、うん、いろんなものがさっき言った新陳代謝や、うん、いろんな情報やいろんなこの大人口があって、でも安全でとか、うん、食べ物おいしくてとか、うん、それがどんな新しいなんか創作を生み出せるのかっていった時に、うん、なんか内田さんのところって、まあ、新しいその、創発マシーンというか、うん、創造エンジンの役割を果たそうとされていると思いますけれども、うん、この東京っていう実験に対してその創造エンジンというふうに捉えた時に、はいはい、内田さんがやってるところはね、うん、なんかどんなユニークな仕掛けを今考えてますか。ちょっとさっきのスライドだけだと追い切れてない気がしてる。なんかまあ文化創造棟だけじゃなくて、やっぱ 町からやるっていうのが一番大きいと思うんですよ。だから
町に、入ってくる企業の方たちとか、新しく住む住人の方とかで、うちの町に学校とかインターナショナルスクールとかも入ったりするので、とにかくプレイヤー、じゃあアートコミュニティとかビジネスコミュニティとかいろいろあるじゃないですか。でそこを、横串刺そうっていうのは一つあるのと、でその横串刺した時も横串刺してるコミュニティっていうのが結構またできるじゃないですか、いろんなところに。だけどパブリックな場があるので、横串刺しながら場もあるっていう、なんかそこの中で何ていうのかな、こう文化オンリーじゃなくて、例えばすごくそのサイエンスの分野の何らかの実験もあれば、JR 自体がテクノロジーの会社なので、なんかそこで生まれたものが、東日本の何かのスタートアップでバーンってスケールするみたいな、なんかそういうことなんかもあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、さっき話した話だとこう、とにかくプレイヤーを限定しないというか、で限定しないと誰でもありなんですかっていうのは、そこ難しいところなんですけど、基本限定しないっていう方向で行きたいなと思ってます。でやっぱアーティストの視点も聞きたいなと思っていて、つくさんに聞きたいんですけど、やっぱシステムという、今システムの議論をしていると思うんですけど、はいはいはい、東京に必要な新しい仕組みシステムとかチャレンジって何かなと思った時に、アーティストから見たらこんなのあった方がいいんじゃないかとか、こういう制度があった方がいいとか、はい、なんだろう、普段サバイブしてるじゃないな、何とか何とかっていうか、はい、それも含めて何かアーティストから見た時に、はい、どうやって21世紀アーティストは食っていけるかとか、なんだろう、どんな仕組みがあったらいいかって、なんかインサイトありますか？そうですね、先ほどお話しした話ではあるんですけど、やっぱ市民参加型とか、いろんなその一人で閉じない作品作りって、すごく可能性はあるんですけど、その一方で本当に普通の制作と比べて工数が膨れ上がりすぎるっていうのがあるん でアーティストって基本的にやっぱそのインディペンデントで、ライドマティックスさんとかチームラボさんみたいに、そう複数人で組織立ってるケースの方が、もちろんいるけども、それって本当に一部で、大多数はインディペンデントで活動してる作家とかアーティストが多いと思うんで、そういうその何のバックもついていない人々がその、自分のアイデアに対して気軽に挑戦できるシステムってやっぱ貴重なんで、結構その CCBT のアーティストフェロー、自分の周りの人もチャレンジしていて、でも本当にすごくもう全力で応援してもらえてよかったって言っていたんですが、そういう挑戦をバックアップできるシステムはすごく重要だなと思っていたのと、あと結構アーティスト一点物を作るものことが多いんですけど、なんか逆にそれをなんかパブリックドメインというか、その公共に開放したり、その量産したり、なんかもっとツールとしていろんなところにあまねくなんか使われるようなものになることに対する思考性で、特にメディアアートの分野だと実は多かったりもすると思うんで、そういった、その規模のスケールの支援っていうのもすごく興味深いなと思っていたり、あと全然話が変わってしまうんですけど、今日のテーマ東京をもっとクリエイティブにもっと良くするにはっていうテーマが関して自分が最初に思ったのが、すごく地方都市とか、本当日本の辺境の方を転勤移り歩いて生きてきた人間としては、東京ってでもとはいえ日本の中でもすごくクリエイティブ産業がめちゃくちゃ発達していて、もともと結構クリエイティブな都市なのではという気もしていて、なんかじゃあ逆にそのどういうクリエイティビティが足りていなくて、どこを伸ばせばいいんだろうというのは結構すぐに自分はあんまりそのマッピングできなかった。リンツにおけるアルスエレクトロニカって本当に地方都市で何もなかったところにその文化産業が入ってきて、で それで街が栄えたっていうストーリーがあると思うんですけど、東京の場合だと、もうすでにある程度そのクリエイティブもテクノロジーもある程度結構潤沢にあって、でそこでまたもっと良くするにはっていうフェーズだと思うんで、なんか そこはどういうふうにその CCBT で変わるのか気になります。なんかで言うと、はい、フォーアットの部分かなと思っていて、つまりエンターテインメントとかその技法を高める以外の 1% でも 2% でもいいから、はい、その皆さんが世界最先端のクリエイティブを持っている人たちが、何かみんなが使うものを良くするとか、なるほど、そういうムーブメントでできないかなって話をしていて、宮坂さんにもこの後聞きたいんですけど、やっぱり東京都のいろんなものを見てください、
ね、ねってかあれなんですけど、やっぱりいろんなものがダサかったりするんですよ。変な話、ぶっちゃけ、でそういうものがかっこよくなるとか利用しよくなる、いわゆるその行政のウェブサイトとかそういったもの、それだけじゃなくていろんなものがやっぱりその一番安くて無難なものになりがちなところがある。もちろん税金もあるから、でもおそらく違うロジックというか仕掛けも作れるのかなと思っていて、でそういう意味でやっぱりそこに CX っていう話をしている。だから DX が効率性とかそういう話だけじゃなくて、やっぱり人の生活のやっぱりこう快適さとか市民サービスの向上や、やっぱ本当に大きな意味での根底を変える力があるときに、それがやっぱり使いやすいとかかっこいいとかで、そこのものを日常的に見てたら多分いろんな意味で上がると思うんですよ。基本的なものが結構げんなりする気分になる。だから工事現場の赤いコーンとかゴミ箱はなぜないのかとか、基本的なことも含めてなぜクリエイティブが入らないのかなっていうのはやっぱ課題意識として思うところであるので、ちょっと宮坂さんにも聞きたいんですよね。 そこら辺の。そうですね、まあ、それはさっき小川さんが言ってたね、衝突がない少ないんだと思うんですよ。要するにクリエイティブ側にいる人と、まあ、行政、まあ、今僕行政にいるんで行政の人のなかなか衝突がなくて、まあ、クリエイティブ的なことは要するにはアートセンターの中のお話みたいになりやすいんだと思うんですよね。でもやっぱりそこを良くするのも大事ですけど、やっぱり日常生活のほとんどアートセンターの外側の街歩いて生きてるわけじゃないですか。こう目に触れるものが今よりもこう快適に美しく見えるっていう世界を作るってすごく大事だと思うんですよ。ただ悲しいかな、行政何かものを作るときはやっぱ今の仕組みでやると、なんですかね、まあクオリティとコストがあるとコストの方が評価しやすいんですよ。誰もが評価できて説明しなくていいからこう安いと。だから結構これから大きな挑戦になるのが 10% 値段は高いんだけどこっちの方がたくさんの人が喜ぶ集まる、そういうものを我々がどう評価できるようになるかは結構大事で、これができるようにならないとなかなかそのクリエイティブセクターの人とその我々のセクターがこうつながることができないんで、そういったことがこういうところからこういう場からちょっと生まれるといいなと思ってるんですけどね。ホロさんマイクなんかや一方で私も国の施設にいたので、まあ、入札とか、ね、コストとか、ね、ものすごいやってきましたけど、一方でなんでアートとかデザインの視点が入るといいのかっていう説明が足りてないと思うんですね、アート側に、で、そこにやっぱりちょっとやっぱり数字とかこう分析的なプレゼンテーションができるように、まあこう CCBT みたいなところがやるんでしょうけど、アーティスト側のまあ教育とかそういう、こう数字の武器みたいなもので、またプロデューサーもそうですけど、そういう側にこのデザインをこれだけ良くすると何パーセント良くなるみたいなことって、今昔はもっと感覚的でしたけど今かなり分析できるはずなんですよね。だいぶ可視化されますね、いろんなツールで。それこそ CX で、だからそうそうそう、それも CX で分析する方法とかも作れるんじゃないかと思うんですよ。でそこの価値をやっぱり高めてって数字でちゃんとコミュニケーションできるようにしないと絶対一回実験はできてもさっきの言うつながるみたいなことはできないかなと思うので、はい、とってもいい提案というか、やっぱりその CCBT みたいなところがね、逆に何か箱に依存しているものではない、基地だということでその指標を出していく。であとはやっぱシビッククリエイティブを高めてみんなが使えるような道具を提供していくっていうのが一個やることだと思いますし、あともう一個はやっぱりそれこそまほろさんのところとコラボレーションして、なんだろう、事例を CCBT だから、そう高輪だから、ああそうだった、そういうことだったんですね。高輪と思ってさっき聞いてたんですけど、いやでも僕やっぱストーリーが重要というか、じゃあこういうね仕組みができた時にこんな何か変わったとか、ちっちゃいことでもいいけど大きいことも含めて変わったシンボリックなやっぱストーリー作っていく必要があって、で僕実は一個野望があるんですよね、この受けた時に。でそれは何かっていうと渋谷の交差点を広場に変えるっていう一個野望があって、
まあ、それはまあ野望というか、あのそれはアートの力で、クリエイティブの力で、あれだけ市民が今何か広場を求めていて、広場ができるんだけど刹那的に解散するものを、今のやっぱりあの状況の中でいうと、もうちょっと違う形でトランスフォームできるんじゃないかなっていう。だからそこにアーティストたちの提案や、いろいろな想像ってものが、加わることによって、数値も加わることによって、もしかしたらそれが本当に社会的な、意思決定になるかもしれない、合意形成になるかもしれない。でさっきの祭りなんかは実はそのプロトタイプをすでにやってる可能性があって、はい、あの商店街に車通さなくていいんじゃないか説っていうのに気づかせる祭りだった可能性もあって、ま、割と普段の街とは相当様相は変わったはずなので、異次元的なそうですね。でもそれが確かにあの未来の街の在り方の一時的なプロトタイプを出現させたっていう可能性もあるので、そういった意味ではバリューがあったのかもしれません。私も野望を、どうぞどうぞ、今野望タイムです。野望タイム、はいはい、野望タイム。私はなんかこの日本って文化は儲からない当たり前みたいになってるじゃないですか、うん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 、それを変えたいって思うんですよ。いいですね、それがあの私たちのところの活動が何らかその、まあ、文化活動、まあ、広く、まあ、アートも含めた文化活動をすることで、あのちゃんとその経済とか、まあ、経済に変わる何らかの価値基準ができるのかもしれないですけど、そこにこうプラスになるよっていうことがちゃんと示せる、そのモデルを作って、であのいろんなところにそのモデルをインストールするとか、仕組みをインストールするとか、なんかそういうことができると、なんかまあ東京だけじゃなくて、このさっきダサいみたいな話あったんですけど、で私もなんか美しい部分と、なんかデザインどうしてこうなっちゃうんだろうみたいなのがすごいこうあるんだけど、その辺がこう変わっていくと思うし、あともう一方ですね、やっぱり公共の文化施設っていうのの、まあ、運営が相当問題だと思うんですね。あのすごく疲弊してるというか、まあ、あの箱物から始まって何十年も立ってるところが多いので、まあ、そういうところがこうなんかもっと活性化すると、さっきのこう文化センターの中と外みたいなことが今起きてるじゃないですか、なんかそれがこう変わってくるんじゃないかなっていうの、あの野望の数値化のお話ともつながりますね、はいはい、価値の。宮坂さんどうですか、野望。そうですね、まあ CX、まあ、僕は DX やってる側の、ね、人なんですけど、やっぱ CX と DX を近づけるのが一つのこう夢っていうか、やっぱりどうしたとこう美しくデジタル化するとかね、便利にデジタル化するのは、まあ、とにかく不便すぎるから何とかしてくれっていうのが、あの都民の皆様の声だと思うんですよね。とにかく窓口に行きたくないとか、あのなんでこんなに分かりづらい画面なんだがあるの、とにかくまずこうあのデジタルにすることが第一歩なんですけど、やっぱりやる以上はそこがこう本当にこう快適だとかね、便利だなとか、最近の東京都の画面はなんかこうどうしちゃったんだみたいな、ね、いい意味でね、そういうことはやっぱ一回も言われたことがないんで、やっぱこう DX と CX をちゃんと、さっき隣に座るって話をされてましたけど、それはやっぱりやってみたいことなんですよね。例えばこんな事例がちょっとあって、都庁内の職員が使うシステム山ほどなんですよ。でこの前入札するときに初めて入札要件の中にデザイン会社は別にしてくれって話をしたんですよね。今まではデザイナーさんがいない会社が画面を一生懸命作って提案してきたんで、結構無理があるだろうなと思ってたんですよね。だから入札要件はもう絶対にデザイン会社をインハウスじゃない外の専門のデザイン会社を入れて共同提案してくれって話をしたら、やっぱり良くなったんですよ、すごくこう、うん、そういったことでちょっとずつこうやっぱ職員が日頃使うものが良くならない限り、急に外向けのものが良くなるとやっぱ思えないんで、日頃最も目にするこの環境ね、街とか、あの例えばちょっとね、あの今日生活文脚本のチームもいるけど、デジタルサイネージとかね、うん、都庁ってすごい面持ってんですよ、デジタルサイネージの。例えば西口のロータリーのとことか、すごいでっかいデジタルサイネージがあって、多分毎日何百万人ぐらい撮ってるんだと思うんですけど、まあ、割と職員が一生懸命手作りでそのコンテンツ作ってるんですよね。だからまあコストでいくとそういうことになるんですけど、でもそれによって伝わってない可能性もすごくあるじゃないですか、こう、まあ、そういったものをこう数値化できるようになると、ちょっとお金がかかるかもしれないけど、それやるだけで届く人が100万人増えますよっていうと、全然いいじゃないのって話ができると僕は思ってるんですよね。数字でね、そういうことはぜひやってみたいですね、ちゃんと示せるってことですよね。はい、ということで素敵なね、こういう時間もどんどん過ぎちゃって、最後にね、あの一個あのお聞きしたいんですけど、というか、まあ、メッセージも込みでということなんですが、
東京クリエイティブにもっと良くするにはという今日議論しましたけれども、未来へのプロンプト、クリエイティブクエスチョンですよね。まあ、急に我々も人類として、ね、今まで答えるための教育を受けてた我々が急に今答えじゃなくて問いを生まなきゃいけない時代に突入した中で、おそらく、まあ、皆さんにとっての問いでもあるし、我々共通の、まあ、これから東京や未来に向けた問いって何なんだろうかなというプロンプトを頂戴したいなと。いや、言わないタイプなんですよ僕は。そういうのは、いや、だから今あの、ね、考える時間を作るためにちょっと僕は喋ってるって感じなんですけど、まあ、でも皆さんも考えてみてください。おそらく皆さんにとって、うん、東京どうなんのかなって、どうなんのかなってコメンテーターからそのプロンプトを考えてみるっていうのは、もしかしたらすぐにでもできる、まあ、ある意味そのモードのチェンジかもしれないと思いませんか。もしもこの東京が、まあ、皆さんの東京だけではなくてもいいかもしれません、未来に向けて何か良くなっていきたい、変えていきたいことがあったときに、おそらく残念ながら AI には答えがない可能性が多い。なぜかというと過去をリファーするから。そういう意味で言うと、もし未来への問いが本当に生み出せる、いい問いが生み出せるのであれば、 AI は答えられないけども、皆さんやクリエイターはそれに対してのミッションを生み出すこともできるかもしれないし、考えを、実行に移せるかもしれないかなと思って、すいません、急なあの剛速球を出すっていうのでたまに怒られるんですけど、スピーカーからね。なので、順番でいいですか。順番通りで、じゃあ宮坂さんからですね、東京をもっとクリエイティブにもっと良くするには、未来への プロンプト、クリエイティブクエスチョン、宮坂さんお願いします。まあ、僕はあのキーワードはやっぱり一貫してこう参加できるってことだと思うんですよ。東京に参加できるっていうことが、どうしたら東京に参加する人が増えるんだろうかっていうのが実はすごい僕はずっと思ってる問いで、スマートシチズンって要するに参加する人だって定義をしてるんですよね。で、確かに東京っていうのは選挙もいっぱいあるし、選挙で投票参加もできるし、あの請願とか陳情っていう仕組みで参加することもできるし、パブリックコメントで参加することもできるけど、もっともっと参加するチャンスを増やしたいと。それデジタルすごいできると思ってるんですよ。参加することによって本当小さな参加でもいいと思うんですよね。家の身の回りの公園をちょっと参加することで綺麗になったとかでもいいんですけど、小さな参加によって自分の身の回りが変わる体験をすることがすごくこう次の大きな参加につながるんじゃないかと思うんですよ。だから参加する人をどうやったら増えるのかっていうのを一番聞いてみたい問い、まあ、これからも自分で持ち続けたい問いだなというふうに思ってますね。これ AI なんて答えんでしょうね。誰か多分パッとやれば出てくるかもしれないけど、多分それが本質的な答えでないと思いますね。じゃあマホロ先生いいでしょうか。私はですね、あのどれだけ時空を超えられますかっていう問いを出したいですね。で、あの東京ってすごいその地下も深いし、まずフィジカルの話で言うとすごい地下も深いし上も高いので、そもそもなんか1平米に対してのこの情報量がものすごい多い都市だと思うんですよ。で、そもそもだからあの一つの平米からするとこのフィジカルがすごく広いっていうのと、あのそれは空間の話で、で東京だけじゃなくて、まあ今言われてるけど、まあ日本世界っていうのをどう、まあ、フィジカルに超えていくかっていう、その高いところにいる人と、あの高いところのビルとその地下の、まあ、みんなが見てないようなすごいインフラありますよね。そこをどうつなぐのかっていうのと、あとやっぱり日本って世界一長い国なので、そもそもっていう意味では、未来もあるんだけど過去もすごいいっぱいあるっていう、そこあの超偉いところなんですよ日本の。もう何が一番ってそこって私は思っていて、そういう意味ではなんかちょっとしたイベントをやるときに、あのせいぜい数百年前にしか参照できない国に比べると、まあ、めちゃめちゃ古いってことだけはアドバンテージがあるわけじゃないですか。で、そこからやっぱり未来を考えるときってこう軸がないと未来って考えられないので、そういう意味でそのベクトルを引くときに結構昔まで戻れるっていうのはある意味いいことだと思うので、なんかその時間と空間を
どれだけこう広げられるかみたいな、それがなんか未来を考えることにつながるんじゃないかなと、はい、まさに文化ですよね。だからやっぱり本当にその文化が3000年前からの話で語って今の AI の、 あのエシカルな話とかし始めたりもわけが違いますよね。そうなんですよね。だから私前バービカンでやってる展示は神道とか縄文土器みたいなものをAI の展示に展示させてもらってるんですよね。なんかそのぐらいこう過去に引っ張れるっていうことを、なんかその新しいものを作るときに割にここから今から始めるんですけど、ちょっとこう過去に引っ張りながらやることでこうバネが効くっていうか、そういうことがあるんじゃないかなって、はい、新しい視点で、はい、はい、行きたいと思います。じゃあ最後に悦子さんお願いできますか。はい、真帆さんの先ほどのコメントに大共感した後に、まあ、ここがそうですね、まあ、都の施設であり、まあ、今日はそのある種オフィシャルなイベントでもあるということを鑑みてちょっと思ったのが、1000年後の公務員どうなってると思いますかっていうのはちょっと聞いてみたい問いで、ちょっと今日お話ししたかったけどできなかったことで、100年ぐらいじゃ意外と変わらないかもしれないから、1000年ぐらい伸ばした方がなんかいろいろどうでしょう。100年でもまあ変わるかもしれないですけど、1000年ぐらい見た方がいろいろ新しい、はい、あんまり生々しいことは言えないんですけど、まあ、今生成 AI 流行ってるじゃないですか、はい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 、で試しにニュート試験受けさせたんですよ、こうどうだと、はい、でちょっと点数やなんですよ、結構取ったんですよ。だからまあ真面目にプロンプトエンジニアリングやれば本当にいっちゃうかもなみたいな手応えはあるんですよね。そうするとじゃあその公務員は何をこのなんだろう評価軸として採用すべきなのかっていうところが、生成 AI ってなんか本当に巨大なこう問いになってて、本当に時間の問題でね、なんかお医者さんに受かりましたとかアメリカとかで聞くじゃないですか。だから公務員試験はだんだん本当通っちゃう可能性がある中で、じゃあ逆に何を我々はできないといけないのかってちょっと変わってくる気がしますね。本当に減点法じゃなくて加点法の1000年と言わずに3年後には結構問われるかなと思ってます。そうですか。そうですね、結構前回の CCBT の施策発表会で今日も出ていたアーティストインガバナンスってことは結構私は心に残っていて、私も比較的アーティストの割にはその行政の方とお仕事することが多いんですけど、ちょっと自虐的に捉えていたところもあったんですよ。アーティストは反政府であるべきだみたい なんか行政御用金のような存在にみたいなところはちょっとちらっと自分の中ではあったんですけども、でも実際その CCBT のフェローでサイドコアさんっていう、まあ、本当にめちゃくちゃアナーキーなグループがでもその、まあ、と一緒に力を合わせて、まあ、すごく壮大なインスタレーションを作ったっていう事例で、まあ、それに伴って、まあ、多少なんか法整備の見直しがあったかもしれないってお話も聞いたんですけど、まあ、そういう、まあ、本来ならもう真逆の存在がぶつかったり混じり合うことによるその、まあ、行政の仕組みの、まあ、かき回しだったり、まあ、新しい制度が生まれることにつながるんじゃないかなって希望を私は前回の CCBT の初期のプログラムから感じてもいたので、まあ、どういうふうに今水と油のような存在が、まあ、同じ共通言語を持ち、でさらに それが1000年経ったら一体どのような成果というか変化が生まれているんだろうっていうのが、でまさに CCBT の試みの結果を生まれる問いでもあるのかもしれないなと思っています。はい、ありがとうございます。多分皆さんにとってもね、この3つの、クリエイティブクエスチョン、プロンプトがかなり刺さっていると思いますし、ポイントは何だろう、これが我々だけではなくて皆さんも継続して考えること で、あとこのムーブメントですよね。これはいくら僕らがやったとしても面で全部変わっていかないといけないので、本当にたくさんの仲間たちと一緒にこういったムーブメント、シビッククリエイティビティを高めていくというような、一緒に醸成していくような文化を皆さんと作っていきたいと思います。ということでですね、やっぱり今日最後にやっぱなんだろう、やっぱアートって自由だなっていうか、やっぱ免疫力を高めるとかいろいろやっぱ 何かっていうといろいろなある意味クリエイティブなエクスキューズ、言い訳にもなったりするけど、すごくユーモアにあふれるなんか未来の問いなんじゃないかなっていうふうに思っていて、
なのでぜひ、ね、この CCBT に皆さん来ていただいて、アーティストたちがどうそのガバナンスとクリエイティブなコリジョン衝突を起こしているのか見ていただいたりとか、まあ、いろいろな我々が仕掛ける社会実験に期待いただければと思ってます。ということで、時間となりました。今日はですね、東京都副知事宮迫学さん、そして一般、財団法人 JR 東日本文化創造財団、高輪ゲートウェイシティ文化創造準備、室長内田真帆さん、アーティストで妄想インベーターである市原悦子さんと、私、クリエイティブディレクター CCBT の小川秀明で、この、セッションをさせていただきました。皆さんありがとうございました。小川さん、皆さんありがとうございました。どうぞ皆様今一度大きな拍手をお送りください。